あ、こんにちは。埼玉のシンガーソングライターともと申します。よろしくお願いします。今日はですね、まあ、あの歌音楽されている方に向けて、まあ、ちょっとね、歌のヒント、音楽のヒントというところでお話をしたいと思います。まあ、皆さんね、あの歌とか音楽、あの自分にとってどんなものですか？まあ、あの今だったらね、結構ライブとか、まあ、あの音楽、まあ、ダウンロードとか、まあ、配信とかっていうのは、まあ、お金を払って聴くものっていうのは、まあ、当然であると思います。まあ、皆さんもね、あの、まあ、YouTube とかね、まあ、無料であの聴けるものもたくさんありますが、まあ、あのお金を払って音楽を聴く、まあ、ライブイベントを楽しむってことも、まあまあ、あの、あることだと。まあ、今コロナでいろいろそういうのはちょっと制限されてる部分もありますが、当然だと思うはずですが、ちょっと過去を振り返ってみると、まあ、音楽って、まあ、お金とかね、そういうあの誰かがこう、なんか仕切ってこういうふうにこう入場制限をするとかっていうのはなかった時代があるんですよね。で、それが今日ちょっとお話をしたいと思います。まあ、音楽は誰にとっても、まあ、自由であり、まあ、青春であり、まあ、お金というものとは縁のなかった時代があったっていう話です。で、まあ、そのお話聞きながら、まあ、今私たちがね、音楽をあのと触れる中で、まあ、考えたいことがあのいろいろありまして、まあ、私もあの考えたいこと、あの動画見てる方も考えたいこと あると思うんですけど、一つは、まあ、お金を払って音楽を聴くことがいいのか悪いのかっていうことは一つテーマとしてあの最初に冒頭挙げさせていただきます。で、それをまあちょっと具体例をあの今日お話ししながら、ぜひね、一緒に動画を見ながら考えてほしいんですけど、まあ、最終的に私もあのどう考えたいのかちょっと最後に述べさせていただいて動画の方を終わりたいと思います。で、ですね、まあ、この話は1969年の、時代になります。まあ、だいぶね、今からもう50年以上前の話なのでちょっと想像しにくいとは思うんですけど、まあ、いわゆるこうロックの、一番あの生まれた前世紀ですね。もうジミヘン、ジャニス・ジョプリン、ジム・モリソンなどロックの象徴、サンジェイと呼ばれた人たちが活躍していた時代なんですが、その、まあ、例えばベトナム戦争とか、民権運動とか、女性解放とかっていうのが、まあ、あのロックの音楽と結びつけられていろんな表現をされていた。で、かつ自由であり平等であり、お金もそこまで絡んでいなかった時代です。まあ、本当に若者が夢を持って音楽をと接することができた時代でした。まあ、1960年代といった方がいいでしょうか。で、そんな時代の終焉を迎えたタイミングがあります。それが1969年の、まあ、8月の15、16、17と行われたウッドストックで行われたライブロックフェスティバルが、一つの転換期になりました。これ何が転換期だったかというと、まあ、そのアメリカのニューヨーク州にあったウッドストックなんですけど、1969年に行われたライブで、まあ、40万人もの動員をしたわけですよね。まあ、本当に、まあ、史上最大であり、まあ、やっぱり誰に対しても自由であり平等であり、まあ、お金のしがらみもないロックイベントだったわけですが、この中で、この40万人の動員を見た周りの企業とか資本家とかレコード会社が、まあ、これは金になるぞということで、このウッドストックのイベントを真似した、イベント、まあ、これは翌年に行われたんですが、1970年イギリスで、ワイト島のロックフェス、これはニュー動員数が60万人ですね。まあ、ウッドストックが40万人だったんでプラス20万人の、まあ、すごい動員を、叩き出したわけですが、そこでは入場料を取ったわけです。で、まあ、一応そこで、まあ、商業的にあの成立させたわけですが、まあ、そのロックフェス、まあ、いわゆるイギリスの入場料を取ったお金絡みのロックフェスで、若者の夢は崩れ去ったと言われてます。まあ、いわゆる1960年代で歌われていたロックの自由さとか平等さがなくなったと言われてます。まあ、その理由がやっぱりロックは反商業主義じゃなかったのかっていうお話なんですね。まあ、ちょっとこと簡単に言うと、まあ、お金とかそういうしがらみにも関係なく誰にも平等で自由に楽しめるものじゃなかったのかっていう、若者のアンチのメッセージが起こり、その後、まあ、やっぱり1970年代以降はやっぱりこの今までだったロックとそのやっぱり戦争、反戦争、民権、女性解放とかっていうテーマとロックっていうのも結びつかなくなってきてしまったし、まあ、やっぱり今までのそのさっき冒頭挙げたロックの象徴ジミヘンとかジャニス・ジョップリンとかジム・モリソンも、まあ、1970年とか71年に亡くなっているので、まあ、そういう、まあ、ロックを代表するアーティストがいなくなったりするっていうこともあり、まあ、ちょっとこの60年代と70年代っていうのはだいぶ大きく
ロックの様相が変わったと。でその変わった一番の理由が、商業主義になってしまったロック音楽ってことですね。まあ当然そこからあの70年代80年代もまああのいろんなねあの若者のメッセージとか反体制主義なんていうものもあの込められていた部分はあるんですが、60年代 の、 あの自由平等とそのエネルギッシュにあのエネルギーには満ち溢れた音楽と70年代以降っていうのはやっぱりちょっと決定的に違う部分があると言われています。で、まあ一応このお話で、まあ、細かくね、まあ、その昔のロックの歴史というのは本当にあの今私たちには少しあの馴染みのない時代であるかもしれませんし、あのちょっとこう今なかなかあのロックと言われてもスタイルも違った部分があるので、まあ、ちょっと一つ考えてみたいトピックとしてあのピックアップしたいのが、商業的音楽はいいのか悪いのかって話ですね。まあ、あの要するに、まあ、お金を払って音楽を聴くってことが、まあ、いいのか悪いのかということです。まあ、冒頭にもお話した通り、まあ、ちょっとこの今回のお話をヒントに、まあ、考えてみたいテーマということですね。で私個人的に音楽を商業的にしていいかっていうところをちょっと考えると、まあ一部は自由であり平等であり誰でもあのアクセス自由なものであっていあってほしい一方で、やっぱり音楽も商業的に仕組み化されていないとどうしても存続していくことが難しいなっていうことも感じています。まあつまりそのアーティストとか音楽活動されている人ってやっぱりそれである程度機材とか練習、まあ、こういったスタジオなんかもお金はかかりますし、活動を継続的に行っていくにはやっぱり収入がないと厳しいと、まあ、その音楽以外で収入を得て音楽をやるっていうこともまあ一つとしてあると思うんですけど、まあ、音楽というその一つの分野ジャンルがあのちょっと成長して進化していくためにはその中で音楽という中で一つ仕組み商業的なものが成り立っていないと多分続かないと思うんですよね。まあ、一つのあの何かこうお金の援助が他の業界からの援助がない限り、難しいというのがあるので、まあ、私個人的には商業化する部分は致し方ないとは思ってます。ただ商業化が目的のメインになってしまっては音楽の本当の意味を失ってしまうなとも思ってます。まあ、ちょっと難しいんですね。非常に音楽の存在価値と音楽が存続していくための、まあ、商業的な仕組みっていうのをあの両方必要な部分があるんですけど、この両方をこううまく両立させることってとても難しくって、音楽の自由さと音楽の商業化っていうのは時としてやっぱり売れるためにやっぱり自由な表現を見失ってしまう時もあるし、自由な表現すぎて商業化できない場合もあったりするのでなかなか難しいところではあるんですけど、まあ、そこをどこかで折り合いをつけて、まあ、自分の中でというか音楽をする人たちの中でそして音楽をする人たちが集まるこの集合体の中で、まあ、どうやって音楽がこう永続的にこう反映していくか、でその中でもどうやって自由な表現を忘れずに、売れ筋ばかりを追いかけずにちゃんと自分たちの思いを素直に吐き出せるスタイルを残せるかっていうのが、まあ、あのこのウッドストックの悲劇からも、学べるあの一つのヒントになると思います。まあ、今2021年です、ね、あの50年以上前の話ですが、このロック音楽にまつわる話と商業化するか否かっていうのは多分今後も続いていくと思います。まあ、今はそんなに、ね、別に商業化するなっていうそんな話は出ないと思うんですが、どうしても商業化っていう部分が大きく出てしまうと音楽が存在する意味を忘れてしまう。そもそも音楽ってやっぱり反体制主義とか自分たちの自由を歌う自由な表現を歌うことが、発端であり今でもそうだと思います。特にやっぱり今までの音楽に救われたとこと方私もそうですがあの少なくないと思います。まあ若かりし頃は特に多いと思います。なのでそういう自分の心気持ちを解放してくれた音楽の存在意義意味を忘れずに、まあ、商業的な仕組み作りということを、まあ、考える、そのバランスを考えるということを、まあ、ちょっと今回は、まあ、このテーマウッドストックの悲劇を、まあ、ちょっとねお話ししながら、まあ、歌う意味ではねあの練習されてる方にとっては、まあ、あんまりそこまで今その身近にあの危機迫る感じであの問題としてあの考える必要があるかというと、まあ、ちょっとわからないですが、まあ、音楽を続けていく上では、まあ、音楽業界とか音楽の存在意味というのは歌の表現とか、まあ、歌う意味には非常に直結してきますので、まあ、まあちょっと今はまだちょっと少し話がねだいぶあの遠い話に感じるかもしれませんが、まあ、ちょっと心の片隅に置いておいていただけると、まあ、歌音楽、まあ、練習されている方に向けてもちょっと一つあのいいモチベーションにもなる
かもしれませんということで、今日はちょっとお話しさせていきました。まあ、1969年代ウッドストックの悲劇、崩れゆく若者の夢というお話をさせていただきました。まあ、こんな感じでね、まあ、歌練習されている方に向けて、まあ、歌音楽の練習のヒント、モチベーションにもなるヒントにもなるようなお話をもうたまにね挟んでいこうと思います。ぜひね、まあぜひね、いいねボタンとチャンネル登録していただけると励みになります。ぜひというふうなね、まだ動画見ていただけると嬉しいです。では